どうも、とつおです。今日はブリの照り焼きを作りたいと思います。よっ、はい、このブリスーパーで半額でした。約90円でした。安い。148円でした。はい、ではタレを作っておきます。みりんを大さじ1、お酒を大さじ1、醤油も大さじ1、砂糖大さじ1ぐらいですかね。はい、OK です。5分ぐらい経ちました。水分取ります。はい、では焼いていきましょう。OK ですかね。出来上がりです。はい、ブリの照り焼きの出来上がりです。はい、出来上がりです。うまそう。今日は知り合いからいただいたお土産のビールをいただきます。じゃーん、草津のクラフトビールですね。いただきたいと思います。草津の地ビールですね。すごい。
ではでは、皆様今日も一日お疲れ様です。乾杯。うまい。うん、飲みやすい。ごくごくいける。でどちらかというとクラフトビールにしては。はい、ではいただきたいと思います。いただきます。うん、おいしい。ご飯が進みます。しっかり味付いてます。ちょっとタレが少なかったかなって感じはしたんですけど、うん、これはこれで美味しいです。甘辛最高です。ネギ食べてみます。うん、ネギうまっ。ポイントは下味をつけておくのがポイントかなと思います。うん、美味しい。血合いの部分も美味しいです。お酒につけておいたんで、まあ、若干臭みも取れてるんだと思います。食事ってすごく幸せだなって僕は思います。ゆっくり噛みしめて、うん、美味しいなぁと思いながら食事するのが好きです。はい、ということで今日はブリテリを作ってみました。皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。ではでは、最後までご視聴、そしていつも応援ありがとうございます。また料理動画も作っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ごちそうでした。さよなら。うまい。